はい、熱海駅に到着しました。イエーイ。はい、今日なんで私たち熱海に来たんでしたっけ？あ、いいこと聞きますね。はい、実はですね、ここには芝浦が持っている熱海セミナーハウスというのがあります。もう私ずっと来たかったんですよ。今日初めて行きます。わかります。俺もね、ずっと来たかったけど、実は今日熱海僕初めてなんですよ。お、そうなんですね。そうなんです。熱海は美味しいものもたくさんあるし、温泉もあるし、今日はもうめちゃくちゃセミナーハウスの魅力を伝えていきたいと思います。では行きましょう。レッツゴー。学生アンバサダーご一行が向かうのは東京駅から1時間の観光地熱海。とある大学施設が完成したと耳にし、日頃の疲れを癒されに向かう。今からどこ行かれるんですか？今からマグロ屋っていう、海鮮が美味しいお店に行く予定なんですけど、なんかうちの学アンバサダーのもう今回セミナーハウスの旅行を企画してくれた方がめちゃくちゃよりすぐりを選んでくれたんで、間違いなく美味しいと思います。彼はグルメです。そのグルメのお店に行ってみるっていうところで。そうですね。そこは駅前の商業施設にあるそう。エスカレーターを下って地下1階へ。そこに現れたのはレトロな雰囲気を出すマグロ屋。はい、ありがとうございます。コスパ最高で美味しい海鮮を食べられることで有名な、地元にも愛されている名店です。美味しそう。暑いですね。暑いね。でも熱海海近いからもうちょっと涼しい。 あんまネガティブなこと言わない方がいいか。よかった。今日は天気良くてよかった。天気いいなあ。到着しました。タラーン。タラーン。みくさん、ここは何ですか？はい、ここは芝浦工業大学が、保有している熱海セミナーハウスという場所になります。おー、素晴らしいですね。ここ最近できたって聞いたんですけど。そうなんですよ。ここ最近できて2024年の3月にできたばっかりです。OB の方から学生の方まで格安で利用できる、バーベキューできたりコミュニケーションできたりサウナもついてる、そんな施設になってます。いやいいですね。熱海ってやっぱ温泉が名物ですか？そうなんだよね。え、もしかして温泉も楽しめる感じですか？温泉も楽しめます。楽しみですね。しかもめちゃくちゃ駅近でした。おー、そうそうそう、近かった近かった。まあそんな感じで中に行ってみましょう。入らないと止まれないからな。入っていいの？ちょっと時間の都合上ですね、熱海セミナーハウスを紹介する人2人と、熱海の食べ歩きをする人を2人、ここでセパレートしたいと思います。セパレート、グッドパーでセパレートします。ではでは参ります。皆さん拳を突き上げていただいてね。できます。せーの、グッドパーで分かれましょう。おお、イエイ。じゃあ我々サウナに入りたい。おお、誰よりも早く、誰よりも早くサウナに入りたいので、じゃあメンズ2人がセミナーハウス紹介で、レディース2人が食べ歩きになります。いっぱい食べよう。イエーイ。整うか。整いましょう、この暑い中。行こうぜ。では、じゃあまた後で。じゃあまた後で。また後で。じゃあ、よしよし、カモカモ。じゃあね、いってらっしゃい。なんか買ってきてね。あー、任せて任せて。よし。いやー、あいつ、あいつ溶けちゃうな。頑張って。はい。はい、そしたらですね、僕たち工業技術組、いや温泉組はですね、はい、ただいま現着いたしました。本日は特別な許可を得て、我々水着で起きて、入水させていただきます。よろしくお願いします。いやですね、サウナがめちゃくちゃ楽しみです。僕は楽しみですか？めっちゃ楽しみにしてました。いや、ちょっと、はい、とにかく帰るか。はい、行っちゃいましょう。おお。
水風呂です。いいです。これ水風呂です。サウナがこっちにあって、で、正面の方に温泉があるという形ですね。これで体を洗って、はい。一回作ろうと思います。どう？気持ちいい？いやー、いいね。いい。どうやらちゃんとした温泉のような効能を肩こりとか効くのかわからないけどちゃんとまあ温泉引いてあるからまあ何かしらの効能はある幸せ、はい、じゃあ湯です現在の温度は90度です。どう整った？整いました。はい、さっきサウナの方。上がりまして、これからお部屋紹介の方に移っていきたいと思います。ここの施設は大きく分けて3つ種類があるんですけど、洋室、和室、あと2段ベッドの部屋、この3つに分かれています。これからその3つをご紹介していきたいと思います。では行きましょう。今から行くのは4階の部屋。4階の洋室と和室に行きたいと思います。はい、今から行ってきます。早速最初の401号室、洋室の部屋に着いたのでちょっとご紹介していきます。めっちゃ良くない？広い。俺3つ部屋あるけどさ、実際ここが一番泊まりたいんだよねっていう。ああ、あーもう立てない。もう無理だ。はい、この人は無視して外を見てみましょう。まあ、こんな感じのは、ベッドが2つと、こちらに布団が入っています、なんと。ここに敷布団も入っているので、最大4名宿泊できるっていう、デラックスの点になっております。しかもね、テレビでかいんですよ。ここはテレビもついてます。皆さん、こんな部屋がなんと一人学生1000円です。1000円、安い。ちょっと次の部屋行きましょう。次、それでは次に和室の方の紹介に入っていきたいと思います。それでは行きましょう。すごいじゃん。こちらにトイレの部屋があって、そして和室に入っていきましょう。和室はこんな感じです。外を見るとテラスが見えます。あそこでバーベキューをやっていきます。楽しみ。ここに布団があります。4、5、6、7、6人ぐらいがこの和室には泊まれることのようです。すごいよ。ここでみんなで集まって大富豪やったりボードゲームやったり恋バナとかいろいろねできそうですね。
テレビもここにありますね。洋室と同じぐらいの大きさです。それでは次にスパ島のバカンバカンの方行くんですけど、1階、まあ、3階に降りてきてスパの方に移動しまして、2階に行ってこの3つの部屋ですね、こっちがバカンの部屋になります。3階に連絡通路があるんで、連絡通路を使ってスパカンまで行きます。スパカン、それではスパカンの部屋に入っていきましょう。失礼します。3個の部屋の中では一番ゴロゴロしやすい、ね、床もふかふかしてる。これはね、ダラダラ部屋です。ここが一番だらけられます。ダラダラできますね。ベッドは2段ベッドになっています。そう、なんか一通り回ってやっぱりな、冷蔵庫とテレビは追加の布団は絶対あるから、結構4人ぐらいでは絶対泊まれる一部屋で。2段ベッドだからといって2人だけじゃなく2人以上4人泊まれるっていうことは、スパール高台の家族の方とかと一緒に来ても楽しそうだね。あー、確かに盲点だった。まあ今回は友達で来てるけど、うん、まあ、なんかそうだね、ここ学生も使えるけど、学生の保護者使えるし、OB の方も使えるし、こういろんな方が使えるので、関係者であれば自分たちの構成、友達家族とかに合う構成の部屋を選べばめちゃくちゃ楽しめると思います。はい、3つの部屋なんとなくご紹介しましたが、皆さんいかがでしたか。どの部屋がいいかな、どの部屋がいいかな。ああキンキンに冷えてやがる。使わないで使わないで。一応ですね、まあ、ラウンジ、まあ、自販機が2つ設置されてて、お酒をここで購入できます。あと日本酒もあるし、ハイボールもある、黒霧島すごいよくあるな。割と面白いのが揃ってますね。あとはまあ、あの皆さんがよく飲む自販機のラインナップがありますね。氷も無料、ここに氷あるんです。すごい、後で使いましょう、バーベキューの時に。はい、いただきます。反対うまっ。 ありがとう、いただきます。いただきます。いただきます。